ケブカサイは、更新予行期に、ユーラシア大陸北部に生息していた際の一種。マンモス、オーツノシカと共に表記を代表する動物として、知られる。学名は、中空の歯の胃。ケブカサイ骨格標本。東道長約4メートル、体重は3、4トンに達したと言われる。鼻面には2本の角を持ち、前方は特に長大であった。年を取ったオスの中には、 一メートルを越す角を持つ者もいた。その姿は旧石器時代の壁画にも描かれている。イギリスからシベリア東部にかけて生息し、ツンドラ地帯に生息するため、厚い毛皮や熱の損失を防ぐための小さな耳など寒冷地に適応した特徴を持つ。ホーバもまたツンドラ地帯の硬い草を食べるため高冠無理破壊していた。しかし、 同時期にシベリアなどにも生息したマンモスとは違い、北アメリカ大陸からは化石が出土していない。そのため毛深サイはマンモスと異なり、ベーリング地球を渡る機会がなかったのだと思われるが、その理由は不明である。シベリア北東部では、約3万年前に進出してきた人間と、数千年間共生していたが、最終表記の終わり頃に、個体数が激減、絶滅した。 ありがとうございます。